皆さんこんにちは。公認会計士の小林裕司です。本日はですね、最近ちょっと気になった一言ということでお話をしてみたいと思います。今回の動画はですね、特に会計とか監査に関することではないんですけれども、最近ちょっと気になった一言ということで、ちょっと話をしてみたいと思います。これは会計監査の時にもちょっとあるんですけれども、こうね、質問、クライアントに対してこう質問がある時にですね、当然質問をしますと。で、チーム内でよくですね、今進捗どうなってるのって聞く時に、あ、今それ何々さんに質問投げてるとこですと。こういった言い方がよく行われます。これ自体はですね、監査チーム内でのコミュニケーションとして全然問題ではないと思うんですけれども、先日ですね、うちのチームの中でですね、クライアントからなんか電話があった時にですね、今どうなってますかっていう話をしている時に、あ、それ今、何々さんに、経理の何々さんに質問投げてるとこですというふうな応対をしてたんですね。で、これはちょっと、あまり良くないなというふうに思ったのは、そのクライアント側からしたら、質問をこう投げられていると。こっちは質問投げている。向こうは質問投げられている。その担当者は、今、何々さんに質問投げているところなので、もう少しお待ちくださいというふうに、言いたかったのは当然わかるんですけれども、これは言われた方からするとちょっとあまり良くないんじゃないかなというふうにちょっと思って今動画にしてみました。結構こう、気にならない人は気にならないですし、気になる人は気になると思うんですが、質問をね、仮に私がそのクライアント側だったら、質問投げられてるってなんかこう、ね、ちょっとこう、あんまりいい感じしないんじゃないかなというふうに思いました。質問ね、質問のさせていただいて、回答待ってるとこですとか、それぐらいだったらわかりますけれども、質問投げてますみたいな感じだと、なんか投げられてあんまりいい気持ちしないですよね。そういったことでちょっとね、その人にちょっと、クライアントの前では言わなかったんですが、ちょっとそこで後でね、言葉遣いちょっと、それはあんまり良くないんじゃないかっていうふうにして、ちょっと話をしたんですが、なかなかね、こう、監査の悪い癖といいますか、チームプレイでやってるので、チーム内でのコミュニケーションをそのままついうっかり、クライアント側にね、投げてしまう。これも今投げてしまうと言いましたけれども、クライアント側にしてしまうと。こういったことが起こり得るので、なかなかね、気をつけていかなければいけないなというふうに思います。クライアントによっては本当に言葉遣いかなり厳しいところがありまして、やっぱりそういった応対すると、そういう方は良くないんじゃないかっていうふうにしてね、注意されることもありますし、もちろんその監査法人のね、マナー研修でもやりますけれども、質問投げるっていうのは研修でも出てなかったと思いますが、そういったところをちょっとね、ついついうっかり喋ってしまいがちなところを気をつけていかなければいけないなっていうふうに、その事例を見てね、改めて自分自身にもちょっと気をつけようというふうに思いました。皆さんの業界でももしかしたらね、普通に使っている言葉だけれども、クライアントに対して言ってしまうと失礼になるような言葉遣いとかあるかもしれませんが、そういったものがありましたらですね、ちょっとこうメッセージで教えていただけると、私自身も新しい気づきになりますし、また気をつけていかなければいけないなというふうになりますので、ぜひメッセージお待ちしております。そういったことで監査はやっぱりね、クライアントとの協力関係のもとに成り立っているので、税務調査のようにね、強制的な権力があってやるわけではないので、やっぱりクライアントとのいいコミュニケーション、いい関係っていうものは最低限必要だと思います。言わなければいけないところは言うっていうところは大事なんですけれども、やっぱり日頃からのコミュニケーション、日頃からの関係性というものが、この監査の効率化にも影響してきます。やっぱり意地悪なクライアントですとね、そういう悪い言葉遣いしてる人とか、下っ端というか新人に対してはですね、なかなか回答をあえて持ってこなかったりですね、クライアント側も全部一人が窓口じゃなくて、いろいろ財務はこの人、債権はこの人といったように担当分けされているんですけれども、人によってはね、そういった扱いをされると、あえてね、回答するのを遅く持ってきたりとか、そういったような、ちょっとした人間関係もありますので、ぜひですね、いい関係を築けるように、言葉遣い、身だしなみと気をつけていく必要があるなと思いまして、今日動画にしてみました。それでは本日の動画は以上となります。またリクエスト、質問等ありましたら、コメント欄からメッセージいただけると嬉しく思います。それでは次の動画でお会いしましょう。